さあさあ今日もスマブラ実況やっていくわよ。今日のおじさんは一味違うわよ。霊夢ちゃんです。一味どころかひとさらくらい違うくないか。何か二代目おじさんはどこに行ったんだ。ワリオちゃんか。あの子はしばし封印よ。急にどうしたんだよ。楽しい楽しいって遊んでなかったか。ワリオと冒険を続けてるうちにあたいは気づいちゃったんだよね。お見合いのパーティーだったのにな。この相棒ではヒーローにはなれないと。ほうほう。だからあたいは改めてヒーローとは何かを自分に尋ねた結果、ガノンドロスにたどり着いたってわけよ。聞く人間違えてんな。まあ前々から疑問はあったのよね。お前の思考回路はずっと疑問だけど、まあ続けてくれ。なぜ悪役がいつも最終的には負けるのか。おや、悪役が勝つ未来があってもいいじゃないか。おやおや、正義というもの暴力のもと虐げられてきた悪役が今牙を抜く時なのよ。これはもしかして、あたいがヒーロー狩りじゃあ、まるパクリじゃねえか。ということで今回は最近ダウンロードコンテンツとして追加されたヒーローを借り上げてくぜ。これがあたいのハゲヘの下克上よ。ハゲは関係ないだろ。興奮しすぎて攻撃対象を間違えちまったぜ。落ち着け霊夢ちゃん、ハゲに悪い奴はいないのよ。頭が寒い分心は温かいわずだから。お前消されるぞ。話がそれたから戻すけど、それじゃあ今回は対ヒーローの動画なわけか。そうなんだぜ。なんとなく想像はついていたけど、ちょっと増えすぎたヒーローをあたいが退治するってわけなんだぜ。しっかり退治されていくと、今も通らないのか。物販性に近いからむやみに突っ込むのは厳禁だぜ。勇者のくせに運ゲータイプとは、それで世界を救えるのか。もはやお前の立ち位置がよくわからん。なかなか近づけないわね。そういえば勇者対策についてまだ聞いてなかったけど何かあるのか。まあまだ配信されて間もないからなんとも言えないけど、勇者は中距離を得意とするファイターだから、この距離をどうやって詰めるかってところからか。まあ詰め方としては技や一と似てるところがあるかもな。距離を詰めさせないように、もしくは差し込み技として空中で技を振ってくる人が多いからそこを買ってくんだぜ。なるほど。確かにそれならうまく距離を詰めることができそうだな。まああとは飛び道具についてだが、ふむふむ、ガード張ってればなんとかなるわよ。解釈するとだな、ガード削り性能はそこまで高くないからガードは多めでいいと。そんなところか。まああとは復帰阻止を徹底することね。復帰の際に絶対一度停止するからそこを狩るんだぜ。あと復帰ルートも読みやすいからしっかり狩るんだぜ。これは早速のチャンスなんじゃないか。ほい、いいタイミングの復帰阻止じゃねえか。霊夢のくせに。霊夢ちゃん泣いちゃうよ。まあなんだかんだでイーブンだし集中していくんだぜ。あ、それと言い忘れてたけど意外と勇者はリーチが短いんだぜ。というと、おじさんで言うと、クーエムで壁を張ると有利展開を作りやすいんだぜ。今のは本当に食らったら悩むやつな。確かにガラキで消されるのは心中を察しするんだぜ。相手がそう来るならあたいにも考えがあるわよ。なんだなんだ、有数団体戦。いやそれダメなやつに。あたいはまだまだ強くなれる。なんか霊夢ちゃんのキャラに既視感が。心の汚い人間はそう思っちゃうんだよな。日本中の人間が心が汚いことにならないか。敗北を知りたい。人間性では敗北者じゃけえ。次にあたいに駆られたい勇者はどこの勇者だ。そして伝説になりたい系勇者じゃないか。なんだその伝説になることを約束された名前は。霊夢とは大違いだな。笑い、笑ってんじゃねえ。突然の霊夢ちゃんの雄たけびにヒーローも困惑気味なようだ。霊夢ちゃんはどうする？おっと霊夢ちゃんここで天使のベホイミを選択だ。説明しよう。天使のベホイミとは霊夢ちゃんが微笑むことにより世界のどこかで誰かが奇跡的にちょびっとほっこりする呪文である。何？霊夢のガラキスマイルはほっといて、なかなか有利に試合は運べてるんじゃないか。霊夢ちゃんのスマイルを見ては相手さんも上機嫌なようね。お前の血は何色だ？お前逃げたれ！全視聴者が手を叩いて喜んでるぞ。こうなれば速攻で奈落に畳み込むしかないわね。ヒーローホームランコンテスト1位、霊夢ちゃん。おおじさん通勤中に勇者を跳ね飛ばしてしまう。それにしても気持ちのこもった通勤タックルだったな。今なら勇者を目の前にした歴代魔王の気持ちがわかる気がするぜ。それは優勝すぎないか。気持ちのいいネゼを。そういえばおじさん普段から魔王じゃなかったか。あ、こいつ忘れてたな。それ忘れたらただの得体のおじさんだぞ。親近感がありすぎて魔王様っていう職業忘れてたわ。急に異世界系みたいな言い回しだな。おじさんが主人公になれるならそれも悪くないわね。キガデインの引きは見逃さないわよ。強力な技が多いけどその分後引きも狙っていくんだぜ。あさっての方向にクーエムを振ってしまったぜ。お相手さんの動きについていけてないんじゃないか。残業だ。アド少なすぎ問題。ヒーロー狩りは相手を気遣う優しさも守っているのよ。ちゃんと原作読んでんの。もう完全に言っちまってんじゃねえか。うるさいマリサは放っておいてそろそろ決めようかしら。確かに変に粘られる前に決めたいところだな。あたいの成長には何人もついてくることはできないんだぜ。一撃があるんだから油断するんじゃないんだぜ。ふっ、もう霊夢ちゃんの中でストーリーはできてるんだぜ。ちょっと有利になったらすぐこれだぜ。ヒーローには霊夢ちゃんという主役の引き立て役に。は、しっかり引き立ててるじゃねえか。うるさいわよ。誰が何と言おうと主役は、あたいじゃあ。全てを投げ払う魔人の一撃、さすがの威力だな。でもさすがの霊夢ちゃんも黒いアメちゃんにはびっくりしたわよ。確かにあのガラキはヒヤッとさせられたぜ。
ザラキの恨み忘れるべからず。3戦目も勇者か。今回は本当にヒーロー狩りなんだな。あたいがザラキを許すなデモを起こす前にここで発散しないとね。この試合がザラキデモのきっかけにならないように頑張るんだぜ。まあここまでやれば大体タイミングも分かってくるわよ。まあ見てなさい。なんだ今の全く当たりそうにない横スマは。ご愛嬌みたいなもんよ。まあ威嚇の一種ね。魔人は地獄の底まで追いかける。その後おじさんを見た者はいなかったという。未だに何が起きたのか分かってない霊夢ちゃんだお。回復されてるぞ。流れが良かっただけに停滞はね。まあもう一回流れを掴みに行くんだぜ。こういう時は手っ取り早く崖を押し付けとけばいいのよ。確かにおじさんの崖際プレッシャーは半端ないけど、そんな適当な感じで大丈夫なのか。どんより証拠。まあ見てなさいって消し積みに変えてやるわよ。期待せず見守っておくぜ。ひー、こいつまたとんでもない爆弾を。また爆散するところだったな。スマブラでファイターが消えるって何よ大体。消えるってトラウマ植え付けられてんじゃねえか。これを払拭するためにはヒーロー狩りとしてもう一段階成長が必要みたいね。発言もヒーロー狩りに寄せてないか。このお相手さん結構メテオ狙ってくるわね。勇者でのメテオはまだあまり見たことはないけど気をつけるんだぜ。この呪文選択の時って何を選んだのか見た方がいいんだろうけど、まだうまく見れないんだぜ。選択肢を見ながらファイターを動かすのは慣れが必要だな。そろそろ決めるわよ。なんで、見事に何も枯れない選択肢。もう流暢にはしてられないのよね。かといって闇に突っ込んだらお相手さんの思うツボだぞ。簡単。押されてるのはお前だぞ。ここからは霊夢ちゃんの独壇場とさせていただきます。頭でも打ったか。ようやく見えてきたわよ相手さんの癖がよ。さすが自称とんでもない成長力ヒーロー狩り霊夢ちゃんだな。はい、さっきから回避上がりが多い傾向はお見通しよ。相打ちはおじさんの勝利。相手が勇者だとそうはいかないかもな。はい、ここ飛び投げる。はい、アーマーついてるんだな。勇者のくせに不意打ち。いや不意打ちではないだろ。笑い、忘れてたけど冒頭の撃墜魔人剣が効いてるわね。撃墜したのは自分だけだったけどな。殺意が暴走しちまったんだぜ。こっちなかなかじゃんけんも耐えてないわね。そのチャンスは狩らせてもらうわよ。チャンスにリスクをつけることができれば状況有利が作れそうだな。さあようやく地獄から生還したわよ。よくトントンまで持ってこれたな。勇者の恐れをののく顔が目に浮かぶわ。ハイラル在住ゾーマの大先輩と言われたこのあたりが引導を渡してあげるわよ。小学生のお弁当並みに具だくさんだな。いつかに自分で行っちゃうところだな。でもじわじわと追い込んできてる感じはするな。大好きホールド。今勇者の下打ちが聞こえた気がする。あんたどっちの味方なのよ。言うてそんなに押してるわけじゃないんだから集中するんだぜ。あたいは冷静そのるものよ。燃やされていますが、命を燃やすことにより勝利をつかむのさ。わけわからんこと言ってごまかすなよ。今のはタイミングをずらされたわね。まあ若干突っ込みすぎなところはあったけどな。正直あとはどっちが気持ちが切れるかどうかよ。カモンヒーロー。ナイス回避読み。降りてこれると思うなよ。あ。ゲームセット。 MP 管理がうまくできてなかったようね。まあ上がってきてたら魔人剣ぶちかましてたけどね。嘘つけ。疲れた体におじさんミラー。やっぱり最後はこれだよね。これは何を見せられてんだ。まるで鏡を初めて見たお猿さんのような反応ね。あたいを踏むんじゃねえ。あたいもやらせろー。いつまで遊んでんだよ。わーいわーい。満足したか。楽しかったぞ。それじゃ始めるわよ。それにしてもなかなかお茶目なお相手さんね。スマブラを全力で楽しむ者同士に試合にしようじゃないの。試合が始まったらお遊び話なんだぜ。お前が遊んでた時はもう試合は始まってたよ。踏むんじゃねえ。最初やたら踏んでた分よ愛子だな。そう、もう許さないわよ。まずは一礼魔人権。そこは律儀なんだな。人間礼儀を重んじることは大事なのよ。おバカちゃん。おじさんはもはや人間ではないんだけどな。まあみんなもわかってると思うけど、この程度差はないにも等しいのよ。お相手さん遊び心のある人だな。冷静に掴みに行ってしまった自分が恥ずかしいくらいだぜ。おじさんミラーの崖攻防はやっぱり見物だぜ。おじさんの我崖外で真の強さを発揮すると言ってもいいから、その強みの押し付け合いは必須なんだぜ。ドキドキおじさんハンマーだぜ。ぐぬぬぬぬ。いや、ためすぎだろ。こうなったら、必殺、表レンゲ、説明しよう。いや、結構です。まあ何にせよこれで追いついたな。あ、まだやってんのか。挨拶ができない子はろくな子じゃないって、ジェシーが言ってたよ。どちら様でしょうか。こりゃあかん。お相手さんの目の前で止まってどうすんだよ。何も考えないで押しちゃった。あるあるだよね。うん、ないないだな。とりあえず一発当てないとお話にならないんだぜ。霊夢ちゃん、集中します。おや、お前、オラ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 ー。集中力って知ってる。これはシンクロナイズドガノリングですわ。これは千年に一度の奇跡。共鳴。ええ加減にしろ。わかったわよ。
落ち着けどうしよう、うっかり試合が終わっちまうぜ。やっとか。まあ流れはあまり良くなかったからここから作り直していくわよ。そこは詰めさせてもらうわよ。まあそんな大技当たらないよな。だよね、霊夢ちゃん話聞いてた。しっかりリターン取られてて笑った。何笑てんねん。ほっとこれは、これはいい表連で。攻めてると同時に攻められる覚悟も必要なのが、おじさんの脳汁ポイントなんだぜ。魔人剣を空砲のように使うな。え、これ空砲じゃないの。帰れ。さあここはこのまま押し切りたいところね。正直ストックが並んだら何が起こるかわからないもんな。今のは殺意が溢れたムーブだったわね。やっぱり今日はじゃんけんの調子が良くないな。霊夢ちゃん結構これに頼ってるとこあるから苦しいぜ。頼っていいのかなんとも言えないところだけどな。こりゃ大変だ。今のジャンプはバチコリを慣れてたな。この追い上げムードはよろしくないわね。え、あ、お前三段礼儀がどうのこうの言ってなかったか。しまぬ。お詫びの魔人剣で勘弁してくり。お相手さんの心の広さに乾杯だな。何おじさん二人で見つめ合ってんだよ。おじさんスマブラよりフルマラソンに出た方がいい気がしてきた。心なしか息も合ってきたんじゃないか。一度拳を交えれば友情は芽生えるのよ。剣を交える前からそんなんしてたような気がするけど。さて最終ラウンドといきますか。ここまで楽しめたならどうせなら勝利で終わりたいとこだな。え、あたいは勝利以外興味はないけど。霊夢ちゃん落下します。これはこれがおじさんの覚醒コンボよ。ガノンドロフ、君のことは忘れない。最後は綺麗に締めることができたんじゃないか。なかなか楽しいお相手さんだったぜ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録、いいねよろしくなんだぜ。ではでは次回もよかったら、ゆっくりしていってね。